お疲れちゃんすらです。今日はですね、新環境で新たなキョスケクローンが生まれたので、そちらをねやっていきたいと思います。さあ、こちらキョスケダクネスケバレクローンということで、前シーズンですね、だから高回転の吹き矢コウモリのキョスケクローンをすごい愛用してたんですけどもね、まあ環境が変わりましたということで、まあ前のねキョスケクローンは試してないんですけど、まだちょっと新しいのが出たので、はい、早速やっていきたいと思います。でボンバーがいるのがね、これまたいいですね。今の環境、まあ、ギャングが強化されて、やっぱ枯渇系が多かったり、まあ、ギャングに対してボンバーがめちゃんこ刺さるので、まあ、キョスケボンバーだけでもね圧があるよっていう、まあ、そしてスケバレホバーもいるので、まあ、キョスケホバーで同サイド組むのもよし、キョスケダクネからの逆サイスケバレホバクローンとかね、まあ、みたいな両サイドのねクローンの攻めもできるっていうので、またこの夢をつかみてか、最近夢つかむデッキ多いんだよな。キョスケクローンでしょ。まああと今だと特にエリゴレっすね。エリゴレが強化されたんでね、まあ、そんなわけで夢つかみデッキパート1キョスケクローンいきます。よろしく。さあ、ケンさんはペラムか、なんかそんなイメージがあるが、違ったら申し訳ない。さあ、俺どうする、これキョスケダクネ生き毒みたいなとこあんのかな。いや待ってくんのやだな。ゴレとかラバとかだったらこう相性そうだ。あー、俺の記憶すごっ。さあ、まあキョスケダクネで、まあ、タルユキエレキやったらね、何でも止まっちゃうんですよね。さあ、陸最強ザッピーくん。いいよ。まあ、問題は、ラムとかが止まんないですね、ザッピースカート。さあ、まあ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 、なんか今回ダクネっていうよりかは、ホバとかザッピーの方が大事っすね。この、ベビーにも、エレキにも、タル、ユキとかにも、全部にそんな刺さんないんで。まあ、キョスケダクネも強いんですけどね、今回の相手にはちょっと、おー、マジ？いかつ。そういうパターンもあるな。どうしようかな。まあユキも何でもあるっすからね。さあ、なんでこれはどう突破していくかなんですけど、まあ両サイとかなのかな。両サイ、これは強い。マスケバレ逆めっちゃいい感じでしたね。まあ、ほぼ一生飛ぶんでね、これ。ここで飛んでもらって。もう一個なんか立ってが欲しくなっちゃう。うわ、強いゾッピが、少しずつ時代が来ようとしてます。お、
さあ相手ライトニングやったんじゃないと見せかけて、そんななんだな。よし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 、さあ時は俺に、なんなら濁に逆にいっちゃうっていう、この意味がわかんないこの感じね。意味わかんないくらいがやっぱキョスケクローン強いんだよ。いやマジこのダクで意味わかんねえな、自分でも思うな、マジ意味わかんねえな。さあほぼ最強か。お、さあここは許容で終わりでしょこんな。はい、相手がライトニング打ったので止まんないでしょ普通にって思うんですけど、止められそう。あ、でもタイブレークで勝ったっす。オッケー、危ねえ。これ呪文が多いとね、エレキみたいな、ユキとエレキとベビーとかいると大変ですが、相手がライトだったんでね、ホバザッピー無双でしたね。さあ、いっす。だからもう一個な、盾みたいな。前回だったら、なんかあったっけ？盾。盾がなんか欲しくなっちゃったっす。ね、キョスケ、ホバで組みつつの逆サイがやっぱスケバレしかなかったんでね。まあ、スケバレホバなのかな。なんか攻め方がね、やっぱこのクローンデッキって多すぎるんですよ。そう。多すぎるがゆえにちょっとね、考えちゃうっすけど、多分あんま考えずに、普通にキョスケ、スケバレ、ホバクローン、パーンする方がね、強い時もね、全然ありますから。あんま考えなくていい。考えれば考えるほど下手になる場合もあるんでね、やっぱ。こういうデッキはね、特に。さあ、キング、よろしく。まあなんか、陸は結構硬いのかなと思いながら、スケブとかコウモリがいないんでね。なんか珍しいよね、クローンにいない。さあ、スケ。さあ、フィジカル。めっちゃ序盤から来るっすね。やば、入りすぎ入りすぎ。ファルチェでもいいんだな、これ絶対。あ、いや、わかんない。最悪。やばガンメだやん。え、ちょっと待ってくれお兄さん、ガンメだどころの騒ぎじゃない。最低ガチ煽り中だ。いやマジでこういうキッズボコボコにしてえな。うーん、でもきつい、どう考えてもきつい。これにやべえな。これやばいやろ。どうやって勝つの？ホバ。まあ、ファルチェの逆にホバが理想ですけど、その程度じゃきついよな。あのコウモリは可愛いな。ゴルナイ、ホバリングの受け方がちょっと苦手なそうで、お相手さん。ホバリングの受けが苦手なんだね。頑張れー。いや、ファルチやば。ズリやろ、それは。
え？ズル、ズルでもなんでもねえな、もう。なにこれ、激レースやん。マジで。え、ここまで意味わかんないデッキはあんま見ないんですけどね、最近。なんかさすがに今のはやばいっすね。マジで。公開点すぎるし、ちょっとメタすぎたっす。まあ、あそこぐらいまで行っちゃうとちょっときついのかな。さあ、ディラン、おっぱディランじゃないこれ。なんか、違うディランなのかな。なんか、いたっすよね。元プロに、おっぱディラン。マジ。ガチっすかね。OPPA ディランっていう名前でしたから。チーム名なんか何なのか。さあ、またちょっと嫌そうな息来たけど。お。いいや、チェックイだな。まだこれ。まだ。ああ、もうちょっといて。ロイホグなのかな、ホグなのかなみたいな。さあ、来るぞ、ロイホグが。デリじゃなかったから。いや、意味わかんねえな、ラッピー。マジ。冷静に意味わかんない。あ、ディガロキか。え？そういうこと？多分。多分ですけど、この人ロキ削り。キョスケンメ、いやー違うのか、マジで。おお、なんかでも大変そうだな。何これ、トルネタル、なんで削るんだ。マジで何これ、マジで何なんだろう、本気で分かんないっすよ。ここまで謎なデッキも少ねえっす。ああ、そういう系ね。確かによく見たらエリジェだな。ちょっとやべえかこれ。全然入らんじゃないか。マジやば。鉄壁すぎ？この右入ってる。なんで？お相手もでも言ってんな。全然入らないかい。マジで。もう入ってる。ザッピーがいい味出してるな。確かにどっからどう見てもエリジェイだな。まあでもタルとかっていろいろあったが意味わかんなかった。いや、着衣強え、マジ。常に強えな、こいつ。新たな取り組みをしてきた相手が。
相手が新たな取り組みをしてきたが、新たな取り組みは、ほらさあ、ザッピーが強すぎて、冷静、ベコベコでしたね、もう。いや、アチャクイもね、なんか、大砲もタルーも厄介に見えて、結局なんかホバが強かったみたいなね。さないっすよ。ザッピーだけでエレジャイに戦えるのは熱いっすね。だからボンバーもでも頑張った。さあ、今回のクローンは、エレジャイに勝てます。まあ、クローンって基本エレジャイに勝てないんでね。その概念をぶち壊してます。さあ、どうしようかな。マジ、ラバと当たりてえな。ダグネザッピー、クローン嫌でしょ。あ、でも、コウモリもいないから、意外と相性悪かったりもすんのかな、わかんないな。さあ。いや、どうしよう。ボンバーでいいか。様子見。おー、ボンバー程度じゃね。動かないんだね。いや、これ相当重量級やろ、こんな。ボンバーで動かないんだ。動くんだ。いてしたる。さあ、ウルトラバルーンっすね、もうこんなん。さあ、まぁ、ちょっとめんどくさいが。待って、ほぼ真ん中、ユートタイプあるの。よいしょ。いい、いい延命だ。さあ、バルーンフリーズですね、ランバーなので。皆さん、これが今どういうことかわかります？シャシャリってことです。やべ、クローンするの忘れた。あ、でも。クローンするの忘れたら、たまたま、金が折れちゃうやつ。いやー、狙ってましたよって言えたらかっこいいんですけどね。はい。トルネがあるので、クローンを温存すると、トレを使ってからね、クローン打つのが皆さん大事です。はい。これもう、熱いなぁ、マジで。これできつい。しかも、ザッピーマジで強い。バルーンにも強いから。ザッピー系か？このゲームは。そしてザッピー以外が。右下と真ん中ら辺に分けたら耐えれないか。トレネ使ったもんな。あー、でもこれ勝ったっすね。1-0と。さあ、ナイス。相手のトレネがね、いや、ラッキーでしたね。さあ、YT、ケニー、来たっすね。マジ、1動画に1回ぐらい YT 来るっすね。さあ、よろしく。って言うだけでありがとうって言ってくる仏か？さあ、ウッド使ったので、スケバレ飛ばして、トルネが来たら、クローンかけまーす。なんだ、来そうだからかけちゃう。SE さ、ちょっと違うよ、ケニー。クロスやないかい。さあ、マジクロスか。あ、でも、ホバ強。もしかしてだけど。さあ、引きこもらーです。どうするかな。まあ、ホバに頑張ってもらう以外何もないんですけど、僕。やば！早くない？クロス防衛。ちょっと待って、びっくりしちゃった。早すぎて防衛クロスが。防衛クロスってそんなすぐ出すっけ？出すんだ、最近は。最近は出すねんな。まあ、さすがにあのファイボーは、
どう考えてもないから、ホバーを一生残すのが大事かな。なんか怖えな、ケニーの立ち回り。あの端前テスラはなんなんや。おお、マジケニーの立ち回り怖えな。トルネで内側に引っ張ってくるよね。おお、ケニー式ね、これが。まあ、クロス来ないんで、ロケット打ってこないんだよね、ケニークラスになると。オーバー入れ。マジホバー最強なんで、ホバー延命したいっすね。うわー、まあ、落下だけでも稼ぎたいんだ。まあ悪くはないけどな、今のとこ。やべえ、危ねえ。そろそろ来るんじゃない、6削り。地獄みてえな。さすがにコスト足らんだろ、ロケット撃ったんだから。ロケット撃ったんだぞお前は。ロケット分のアドをよこせ俺に。粘りがちいいっすね。いやちょっと怖かったけど、さすがにロケ撃ったら止まんなかったですね。ダクネスケバルで逆振ったのもさ良かったですね。ということで、こちらの最新キョスキクローン、やっぱチャンピオンもね、やっぱクローンデッキに入ってこないので、ぜひちょっと皆さんもねやってみてください。よければちゃんと高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。